おはようございます。ニュージーランドから失礼します。今日は、12月26日ボクシングデーという日ですね。今3時ぐらいなんですけど、僕は特にあのセール品を買いにとかすごい忙しいじゃないな、混雑してるところに出てって買おうとかって思ってなかったんで、うちのね、あの猫さんと亀さんのご飯と、おやつを買いに、知り合いのというか、まあ、いつも使わせてもらって、お店で使わせてもらってる、あのすごくよくしてもらってる八百屋さんがあるんですけど、まあ、そこにちょっと買い物に出てきてたんですが、で僕ねずっと、クリスマスとか休みとかニュージーランドはこういう感じですよって話してる中で、ボクシングデーその25、26あって、25日はほとんどお店がお休みで、26日があの歳末大バーゲンセールの日みたいな感じで話してるかと思うんですけども、僕が住んでる家の近くの、まあ、オークランドでも、まあ、あの僕が前来た時はニュージーランドにて一番大きいモールって言ってたんですけど、もう最近同じような大きいモールがいっぱいできてるんで、多分一番じゃないなとは思ってるんですけど、あのそういうモールがあるんですね、大きいモールが。でそこでもういつもそのボクシングデーになるとめちゃくちゃ混んでて、駐車場に入るのに1時間ぐらいかかるんですよ。でなのであの僕はもう行かないようにしてたんですね。で今日はまあそこ通り過ぎて、どんなもんかなと思って、あのいや十馬根性じゃないんですけど、その前通り過ぎてきたんですけど、めちゃくちゃ混んでました。あの周りがもう渋滞しちゃうんで、それの影響を受けちゃうんですよね。それがねちょっとあの迷惑ってわけじゃないんだけど、あの嫌だなって思ってたんですけど、あのそこを通り過ぎて、僕ちょっと南の方に住んでるので、あのオークランドのシティ、町の中心部よりちょっと南に住んでるので、まあ、少し南の方のモールがあるんで、南というか、まあ、すぐ近くにあるんで、そこに行ってみたんですよ。あのその一番大きいかったか大きいか分かんないんですけど、そっちのモールが一番近いんですけど、ちょっと離れた方に行ってみたんですよ。そしたらガラガラだったんですよね。なんかちょっと悲しくなっちゃったんですけど、あの今までね僕こういう配信、まあ、他にも実はやってるんですって話をちょろっとしてるかもしれないんですけど、あのそこでもねいつも26日はすごく忙しくて、忙しくてじゃないな、また間違えちゃった、あのすごく混雑しててもう出たくないんですよねって話を、まあ1ヶ月ぐらい前にもね、なんかクリスマスの話題とか出るとあのそういう風に話してたんですけど、本当にガラガラ で今年に関して言ったらみんなこう出かけられてないから、あの例えばあのお金持ちの人とかは、まあ、必ず1ヶ月ぐらいは休みで、その海外旅行に出たりとかっていうのが、まあ、普通って言ったら変なんですけどっていうのが僕の中では常識というかね、そういう感じだったんですよ。というのもその僕が働いてるお店ってあの結構いいエリアにあるんですね、まあ、そういうところを狙ってオープンしてるんですけど、でそこに来るアルバイトさんも、まあ、いいところの子って言い方悪い感じですね悪い感じですけど、まあ、なんて言っていいか分かんないからそのままにしますけど、いいところの子なんですよ。それで、まあ、社会経験のために来てる、 お金を稼ぐのも、まあ、あるにはあるんですけど、お小遣い稼ぎっていうのもあるにはあるんですけど、それプラス経験のために来てる人が結構多くて、なのであのお家がまあいい、もう結構なお金持ちの家なんですよね。だからあの学校のお休みに合わせて、前なんかねどのくらいだったか1ヶ月半とかあのお休みであのなんだよドイツに行ってきますとかね、あのヨーロッパ方面にも回ってきちゃうんで1ヶ月半いませんとか、そういう子たちがね結構いたんですよね。
ていうのがあって、僕はそういう印象だったんですね。なので、今年はもう絶対に海外に行けないから、国内で使うっていうのを、まあ、あのお店でも実感していたので、その24日がすごく忙しかったっていうのもあったんですけど、例年ならそんなに忙しくないんだけど来てくれてたっていうのもあるし、あとはまあ周りの人もそういうことを言ってる人が多い、まあ、いけないからねって、日本人でも日本に帰ってたはずなんだけど行けないから、あの、まあ、国内でね何かを買ったりとかコスメを買おうかなとか言ってる人もいたしっていう感じなんですよね。だったから、まあ、僕はてっきりね、もうものすごい混雑で、もう入るのも大変で、周りの道もね渋滞して、もう入りたくないなとか出たくないなってなるだろうなって思って、ただちょっと野獣馬根性で、それを今までにない混雑してるところを見てみたいなっていうのもちょっとあって、で、あの実際ねそのモールに入るのは、ね、めちゃくちゃ大変なんで、あの絶対嫌なんですけど、あのモールの外からね周りの道からあの見ようかなと思ってたんですよ。そしたら、まあ、その近くのモールは結構混んでたし、駐車場に入るのはまあ1時間はかかんないかなぐらい、まあ、そんなに混んでないなとは思ったけど混んでました。だけどもう一つの方行ったらもう全然混んでなくて、駐車場空いてるし、なんなら駐車場空いてるし、中入ったらガラッガラなんですよ。どこも混んでない、どのお店も混んでない。で、ああ僕の印象って違ったんだなと思って、そのモールと僕の家の近くのモールと、あとアウトレットのモールがいつも混んでるんですね。いつもっていうそのセールの時期、もうほんとどうにもこうにも駐車場止められない、ぐる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 駐車場のために回るみたいな感じになってるのを知ってたので、知ってたというか、まあ、体験もしてたので、全体的にそういうイメージだったんですけど、あ、もうここの2つがまあ有名どころなんでね、この2つとも、ここが混んでるんだなと、あ、そういうことかと思って、なんかちょっと、あ、今まで僕がね、あのニュージーランドはって行くところなくて、26日ねものすごく混むんですよ、どこもかしこもみたいな感じで話してたんですけど、間違いだったなと思って、なんか間違った情報を毎回言ってたなと思って、あの今年がねなんか国内に留まってる人が絶対多いはずなんです。多いはずっていうか絶対多いじゃないですか、外に出てないからこの年末年始、だからもっと混雑して良かったはずなんですよね。だけど、まあ、みんな警戒してるのかな、そんなことな、なんかあの来てる人っていうか、その辺のね普通にスーパーに買い物行ってる人とか見ても、まあ、警戒してる人もう本当にもう油断してますよだいぶ油断してるし、マスクしてる人なんか、僕マスクしてたら二度見されるぐらいの周りは全然してないので、そんな中だから、もう警戒してそういうとこに行かないってことはまああんまり考えられないんですよね、今の感じだと。あ、でもどうかな、まあ、もしかしたらこうやって喋ってる間に自分の考えがあのコロコロ変わってしまうんですけど、もしかしたら結構ねその、首相の言葉をこう受けてちゃんとやる人たちなんか上からだなあのちゃんとやる国民なんですよね。そのロックダウンの時もそうだったし、まあ、捕まった人たちはいたんですけど、あの罰金がありましたかね、ものすごい罰金がありましたから、あのそういうので捕まった人たちもいるし、パーティーとかやっちゃった人たちも捕まった人いるんですけど、それでもねあのそんなになんていうのかな、問題になるほどいなかったかなって僕としては思ってて、あの結構なんていうのかな、日本人って結構そういうのが真面目でとかね、復興とかそういうのに対してもあ、ね、ちゃんと並んで
あの順番を待ったりとかするそんな混乱のところでもって言うんで結構称賛されてるんです世界的に。で、まあ、僕も、まあ、そういう意味では誇らしいんですよね。こういう海外に住んでるとそういう話が出た時に日本人ってすごいよねっていう話になるから。やけどニュージーランドの人たちもまあいろんなところがこうアバウトでいい加減なところもあってみたいな、逆にね良かったりもするんですけど、っていう人たちって思ってたけど、あそういうのは結構守るんだなっていうかっていう印象を持ったんで、もしかしたらそういうことなのかもしれない。今年はやめとこ、そんなぎゅうぎゅう人がいるところに集まるのやめとこっていう人が結構いるのかもしれないですね。そういうことかな。なんか自分で話してて自分で納得しちゃうのも変なんですけど、いやちょっとね驚いたんですよ。ガラガラだと思って、もうちょっとこうセールとかしてるので、もちろんいろんなとこ全部セールしてるんで、もっと人いるだろうなって思ってたんですけどね。まあそんな、歳末を売り尽くしバーゲンセールの日は、まあ、それほどじゃなかったっていう話でしたちょっとまとめがうまくいかなかったですけど、今日は以上にしたいと思います。ありがとうございました。あ、またそのロックダウンの時の話とかラジオトークだとあんまりしてなかったと思うので、ちょっとしようかななんて思ったりもします。付け足しでした。ありがとうございました。